構想は生まれることを待ち望んでるって思うんですよ。それを生まないなんていうのはもったいない。今ほど生みやすいもの状況ってないと思ってるんですよ。こんだけデジタルの力が進んでて何でもできる状況になってるんですよね。大事なことは一歩目を踏み出さないと二歩目は出ないんで、とにかくやれよってことなんですよね。僕教えに来てるんじゃないんですよ。事業を生みに来てるんですよ。結局よくわかんねえやっていうプレゼンが一番ダメだったと思ってて、全員がね、OK 出すプレゼンっていうのは多分中身ないんですよ。いいプレゼンっていうのは刺さる人と刺さんない人がいて、でも刺したい人に刺さってればそれでいいんですよ。そう語るのは新規事業家の守屋実。ラクスル、ケアプロの立ち上げにも参画し、約30年間で50を超える新規事業を世に生み出してきた人物だ。2023年4月に出版した著書、新規事業を必ず生み出す経営は、予約段階でアマゾン売れ筋ランキング1位を獲得。そんな守屋実がこれまでの経験に基づく新規事業を生み出すノウハウを語り尽くす。自分がちゃんとやりたいかやりきるか、そこがポイントだぞ。とにかく動かないと始まんないねっていうのを教えてもらった講座かなという。自分が手掛けたもので世の中が変わったら一生引きずるぐらい強烈な思い出になると思いますよ。守屋の新規事業に対するベースとなる思いは、楽しいんですよね。そら大変な時期もあるんですよ。全部がうまくいくわけがないし、思ってたことはできないこともあるし、せっかく情熱を持ってこれこそはと思ってるのに、そんなものはって冷や水とかって、結構答えるんですよね。だから全部が全部楽しいわけじゃないんですけども、でも結論今振り返ってみるとむちゃくちゃ良かったことが多いんですよ。で、何が良かったのかっていう話で言うと、顧客のありがとうはやっぱりパワーになるんですよね。でしかもそれがもともとあったものをお届けしてありがとうって言われるありがとうと、もともとなかったものを自分たちで作り上げてお届けして言われてありがとうって言われたものはまたちょっと違うんですよね。やっぱり自分自身の喜びになる。これを何遍も味わってみて、みんなにも味わってほしいなと思ってて、そんな感じですかね。しかし実際はそんな綺麗事だけではうまくいかない。年間約12万件以上の会社が世に生まれているが、5年後には 85% の事業が廃業してしまうというのが現実。新規事業は机上の空論では成功しない。経験値から基づくリアルなノウハウが必要だ。そこでまずはこちらの数式をご覧いただきたい。実はこれは守屋の経歴。53は現在の年齢だ。初めて起業したのが19歳の時なんですよ。大学1年生です。で、僕今53歳なんですね。で、53歳の人間が19歳の時ってどういう時代だったのかっていうと、若い人はちょっと想像つかないと思うんですけども、バブル真っ盛りだったんですよ。そんな経済状況を追い風に、大学生の守屋は先輩が立ち上げた学生ベンチャーに参画。年商1億円も売り上げていた。そんな守屋だったが、大学卒業後は株式会社ミスミに入社することに。当時ミスミって結構先進的で、新卒をごっそり採用してどうたらこうたらっていうのやんないと、全部中途採用でいいっていう考え方ですね。だから新卒もむちゃくちゃ面白いやつがいたらそいつ引っこ抜くぐらいでいいよっていう、そんな感じの会社だったんですよ。ミスミに入社したきっかけは、大学4年生の時参画していた学生ベンチャーがミスミの採用イベントを受託したことだった。行ったのはビジネスプランコンテスト。学生たちから新規事業案をはがきで募集するというもの。その時守屋はイベントを成功させるためにある行動を取った。むちゃくちゃ僕応募したんですよ。桜の意味も含めて、そう応募数を上げたかったんで。で、そしたらどういうことが起きたかっていうと、実は蓋を開けてみたら僕以外は全員1人1通だったんですね。
どこにも書いてないんですよ、一通しか応募するなんて書いてなかったんだけど、僕以外は全員一通で、僕だけは総応募数を上げるのであるっていう魂胆があるから、むちゃくちゃ応募してるんで、全体の1割がね僕だったんですよ。で僕が優勝したんですね。まあ、当時その審査委員長やってたのは中谷昭弘さんっていう方です。で中谷さんが言ってたのは、これビジネスプランコンテストだと、だけどもドイツもこいつも1個しか応募してないと、ビジネスは多産多死だと、なのに1分の1だと、全員1人を除いてと、でその1人は1人で1割以上応募してると、こういうのが起業家って言うんだって中谷さんが言ってたんですよ。まあ、ちょっと解釈おかしくって、いやいや総応募数を上げたかっただけなんですね僕はね。まあ、なんだけども中谷さんの言ってることはもうむちゃくちゃ正しいと思ったんですよ。あ、この人ってわずかこの瞬間にそんなことまで考えてそうコメントしてくれる、すっごい人だなとかって思って感動したんですけども。ミスミに入社後は新規事業の開発だけをひたすら行った。そして10年が経った頃、ミスミの創業の田口さんって方なんですけど、その方と M アウトっていう会社を立ち上げたんですよ。です、まあ、正確な金額は言ってないんですけども、3桁億円ぐらいのお金を田口さんが出してくれたんですよ。でそれを資本金にして M アウトという会社を立ち上げて、その軍資金で新規事業を作って作って作りまくるっていう会社をやりました。会社自体が仕事が連続企業であるっていう、まあ、当時僕たちはこれを企業専業企業っていう、まあ、今で言うとスタートアップスタジオってカタカナなんだと思うんですけどね、まあ、そんなカタカナ当時なかったんで、企業をもっぱらとする企業ですよ、企業専業企業って僕たちは言ってて、まあ、そのね、まあ、3桁億円ぐらいの種銭があるんで、それをバカバカ突っ込みながら、もうどん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 新規事業作って作って作りまくるってやってました。まあ、都合をミスミでずっと10年ぐらい新規事業をやり、その後新規事業の専門会社で寮稽古をやり、気づいたら、まあ、合計20年だったんですけども、20年間で17回連続新規事業だけにアサインされるっていうサラリーマンだったんですよ。20年間会社員でありながら多くの新規事業を生み出してきた。次は21、これは独立企業の数。2010年守屋は独立。最初に立ち上げたのがラクスルとケアプロでした。どっちも僕創業時のメンバーで副社長だったんですよ。なんで毎日ケアプロに午前中行って、毎日午後ラクスルに出社するみたいな、 そんな感じやってました。で当然ですけど、スタートアップって資金調達した後は金あるんですけど、資金調達する前って金ないじゃないですか。例えば皆さんが会社作った時に、最初から資本金ね1億だ10億だってあって、優秀な社員に年俸1000万だ2000万だって払えます？払えないですよね。ラクスルもそうで、実は資本金200万で立ち上げたんですよ。立ち上げ当初なんで、当然ここ給料もらえないんで、というか給料もらうにしても、どうせ自分が、ね、資本で入れたのがバックしてくるだけじゃないですか。だからそういうことからすると、まあ、午前中ケアプロ行って、午後ラクスル行って、夜鍋で大企業でアルバイトするっていう、で大企業でフィーをもらって、それを、まあ、スタートアップに突っ込んで溶かしながら走るみたいな、まあ、そういう自転車操業をしながら5年間ぐらいやったら、なんかうまくいったんですよどっちも。そして2018年にはブティックス、ラクスルを2ヶ月連続で上場に導き、参画した企業が次々に上場を果たしている。最後の15は終末企業の数。終末企業とは、本業を続けながら休日の空いた時間に事業を起こすことを指し、病院などの設立に携わってきたっていう、今言ったような17と21と15を足し合わせると年齢と同じ53になりますというのが僕の自己紹介です。なんでこんなことを結構な時間を使って喋ったのかっていうと、単純にせっかく参加してもらってるんで、僕のことを知ってほしいと思ったし、僕がこのあといろんなことを喋るんですけど、そのいろんなことはこの53個の事実を整理整頓して塊にしたやつをお話しするんですね。なんかこうね、頭のいい人がなんかこうミーシーに理屈を並べた話っていうのは、まあ、それはそれで僕いいと思ってるんだけども、その物差しを実際上生でこれから経営する人たちにとって適切な定義なのかっていうと、僕はそんなことないと思ってて、生の実体験の中の現実のエトセトラっていうことをちゃんと知って、自分が今後降りかかるいろんなことってのはあるはずなんですよ。ラッキーなこともあれば不運なこともあるはずなんですよ。そういうのも含めてどう乗り越えていくのかっていうのは経営者ですからね。きれいな理屈通りなんかどうせいかないんで、だから僕自身はそういう理屈をしゃべる人じゃなくって、この経験を全部
皆さんに余すことなくお話ししたいと思うし、気になるんだったら聞いてくれれば答えれる限りのことは答えるんで、そうすることで実際の金の匂いのする生の物差しとして自分自身の事業にうまく使ってくださいねっていう。でその時に何に基づいて僕が喋ってるのかというと、こういうことに基づいて喋ってますよっていうことで長々と説明をさせていただきました。さらに守屋には講義の前に伝えたいことが、なんかそのほっといても埋める人と、なんかほっといたら埋めない人っていると思うんですよね。で、ほっといたら埋めない人の中にでもやっぱりいい人って多分世の中にたくさんいると思うんですよね。そこがそのまんまってすごいもったいないと思ってて、その方に何かしらの刺激があればその方一歩進められるはずだと思うんで、まあ、その刺激を与えたいと思ってるんですよね。なんかね、僕の話を聞いてああ勉強になったっていうのはなんか僕としては心外で、勉強になんかなんなくていいからさっさと進んでくれって思ってるんですよ。でさっさと進めば学べるからって思ってるんで、やっぱり今一歩進めてない人にやっぱり見ていただいて、あれ見て僕進めたんですよ、私進めたんですよっていうの嬉しいなと思います。あとはすでに一歩出してる人にあれ聞いてもう一回パワーチャージできたんでジャンプできましたって話も嬉しいですけどね。いずれにしても実際に本当にやるのであるっていうところに結びつくのが一番嬉しいし、そういう方に見てもらいたいと思ってます。ここからが守屋が30年間の経験をもとに語る新規事業を創出させるメソッドだ。まずは新規事業の種となるアイディアの見つけ方、キーワードは3つ。1つ目は日常の不。日常的に生きてるといくらでもああ不便だなって思うことってあると思うんですよ。不安だなって思うことってあると思うんですよ。それそのまんま商売でいいじゃないですか。日常にいくらでも不があるんですよね。例えばですけど日常の不、全て満たされてて一切何も不がありませんっていう方はこの方法はお勧めしないんですけども、まあ大抵なんかありません。例えば僕なんかで言うと、例えばオンラインの、状況になったじゃないですか、コロナでね。で例えば僕の場合は PC つないでてマイク置いてあるんですよ。でそのマイクなんですけども性能のいい子なんですよ。だけどこの性能のいい子は性能がいいだけで頭が悪いからピンポーンって音まで集音するんですよ。夏だと、窓開けてることはないんだけど窓開けちゃえばセミの音までこいつは集音するんですよ。いや頭悪くないですか。だって打ち合わせしてる時にピンポンって絶対いらなくないですか。これ多分ね子供でも分かるんですよ。なぜならうちの子が部屋に入ってくる時に声を低くするから。要は打ち合わせしてる時に余計なこと喋っちゃいけないんだってことぐらい子供でも分かるんですよ。だけどもマイクは分かんないんですよね。こいつむちゃくちゃ性能が良くってちゃんと音をクリアに相手に伝えるくせに分かんないんですよ。その当たり前の社会常識がないんですよこいつは。っていうと僕の中で言うと、なんでそんなものが放置されてるのかも意味が分かんないんですよ。で日常の負って僕は至る所にあると思ってて、でそれを手掛けてもいいし手掛けなくてもいいと思うんですよ。そんな日常の負なんて毎日ね歩いてれば歩いてるだけ出会うんで、それ全部商売にしてたらなんか何もできないじゃないですか。だから何を手掛けるのかってすごく難しいと思うんですけども、僕の中で言うといや そんなのだからもうなんか一日外を散歩しただけでもなんか事業なんかできるんじゃねえのって思ってますと。そして実際に日常の負から生まれた新規事業で成功した例がこちら。サウンドファン、これ何かっていうと難聴者にも聞こえるスピーカーなんですよ。でこれね何なのかっていうと、名古屋学院大学に増田さんという先生がいて、この方リハビリの先生なんですけども蓄音機のコレクターだったんですね。で自分の利用者さんに自慢のコレクションで音楽を聴かせたら、なぜかじいちゃんばあちゃんがリハビリを受けてた方が補聴器を取っても聞こえるって言い始めたんですよ。で普通のスピーカーに戻すと聞こえないっていう、これなんでかっていうと実は音が違ったんですね。音波が、創業者佐藤さんという方なんですけども、その方のお父さんがテレビガンガンボリューム上げてて、でそれが佐藤さんにとっては日常の負だったわけですよ。でたまたま蓄音機だと普通に聞こえるっていうその話を聞いて、これ蓄音機を四角い箱に突っ込んで電源通してボリューム調整できるようになったら、これじいちゃんばあちゃん聞こえる、うちの親父聞こえるんじゃないのかって思って、ケンウッドの元技術者の人を呼び込んで試作を作って自分の親父に聞かせたら、おい
普通に聞こえるぞって話になったと。これはいけるって言って未来スピーカーという名前をつけて事業が立ち上がったんですよね。だからこういうのってなんか何でもないことじゃないですか。ネタとしては大した話言ってないんですよ。ただそれを本当にやるっていうことが、例えば未来スピーカーの話で言うとケンウッドの元技術者を入れて本当に蓄音機を四角い箱に入れて音をやって自分の親父で実験するっていうことがむちゃくちゃ金字塔なんですよね。これ 99.9% の人がやんないんですよ。で多分やってもね無駄打ちが多いんですよ。だからみんなやんないんですよね。だけどもそういうことをやってるうちに当たるんですよ。人生でずっとやってました、全部外しましたって残念な人がいるかもしれないんですけども、いるかもしれないんだけども、少なくともうまくいった人っていうのはこういうようなことをやってることがあるんですよ。だからぜひ皆さんもやってほしいと思うし、やってる人がいたらその人と一緒にやってもいいんですよ。別に僕佐藤さんじゃないですからね。僕は佐藤さんがそういうことをやってて、宮原さんがケンウッドの技術者としてやってて、そこに僕は3人目で加わっただけですからね。別にフォロワーシップ僕は全然いいと思うんで、ただそういうのだったりとか、仲間に加わることも起業の一つの手段だ。そしてアイディアを見つける二つ目のヒントは挑戦者からの学び。